みなさん、こんにちは。あかりーず Heart Read Aloud へようこそ。 Hi everyone. Welcome to Akari's Heart Read Aloud. 私はホストのあかりです。英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら、日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ、わかりやすいかなと思います。また、どちらの言語も学んでいないという方にも、楽しんでいただければ幸いです。In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English.So, if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. Also, we hope that it's enjoyable for you, even if you're not currently learning either language. 前半は日本語を学ばれている方よ。後半は英語を学ばれている方よとなっております。In each episode,The first half is for those of you studying Japanese, and the second half is for friends who are studying English. 前半も後半も、最初に皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっています。まずは、どれくらいわかるかなと聞いてみてください。その後に段落ごとに日本語、英語、もしくは英語、日本語と続きます。それを聞いて自分のリスニングがどうであったか答え合わせをしてみてください。In both sections, you can listen to the script in the target language only first. You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to Japanese text followed by English or vice versa, a paragraph at a time. This way,You can check how accurate your listening was. それぞれのエピソードにはチャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行けるようになっております。このチャプターという機能は現在、Apple Podcast と私どものサイトのみで使えるようです。また、原稿にはそれぞれのセクションの時間、タイムスタンプを明記してあります。Each episode has chapters for your convenience, which lets you jump to a particular section of an episode. For now, this feature seems to be supported only on Apple Podcasts and on my website. Also, the transcripts have the time listed next to each section. それぞれのエピソードの最後には、出てきた単語や慣用語の説明もあります。At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. ウェブサイトでは原稿が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、あかり translations.com へ行ってみてください。You can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again,That's akaritranslations.com. それでは第4回のエピソードの始まりです。前回のエピソードでは、2020年6月に亡くなった祖母の家に出ないことを承知で電話をしたことをお話ししました。そのお話には続きがあります。なんと、おばあちゃんから折り返し電話があったのです。その折り返し電話の前に、
祖母から何回かの試みがありました。例えば、祖母のお葬式の2日後のことです。布団に入って、ああ、眠りに落ちるぞというあの独特の空間に入ったとき、あかりちゃん、あかりちゃんとおばあちゃんの声がしました。まるですぐそばにいるようでした。その声に私は心の中で、おばあちゃんと答えました。そしてそのまま会話を続けるには、半分眠っているような状態で波長を合わせなければならないと思ったのですが、そういった練習が足りなかったようで、私の意識は浮上し、完全に目が覚めてしまいました。祖母の声はもう聞こえませんでしたが、目に見えなくても存在し続けている祖母の魂に見守られているようで、心が温かくなりました。そして、祖母が亡くなってから3週間後、夢を見ました。夢の中で私の携帯電話が鳴っていました。手を伸ばし、誰からの電話か確認せず出ると、驚いたことに祖母からの電話でした。あかりちゃんとまた祖母は話しかけてくれました。夢の中でも祖母が亡くなっていることは分かっていました。でも久しぶりに祖母の声が聞けて嬉しい私は、おばあちゃんと答えました。おばあちゃん元気？そちらの方はどうですか？と言うと、祖母は、うんうん、大丈夫よ。だいぶこっちの仕組みが分かってきたよ、と茶目っ気たっぷりに言いました。祖母は好奇心のある人でした。ものの仕組みを知りたがり、何か壊れればそれを自分で直してみる人でした。私がマウイに来てからは本を読んで英単語を学ぼうともしていました。電話での答えは祖母らしいと思いました。祖母の好奇心と探求心を持って、なんとかあちら側から私に電話をする方法を見つけてくれたようです。私は、そっか、それはよかった、と答えました。祖母の声は元気そうで、幸せそうでした。その他何を話したか覚えていないのですが、それだけで十分でした。夢から覚めた後も布団の中でしばらく祖母の声の響きに浸っていました。そして遅ればせながら気づいたのです。祖母が折り返し電話をしてくれていたことに。きっと私が祖母の家に電話をするのをあちら側から見ていたのだと思います。そして、こりゃあ折り返し電話してあげにゃと思ってくれたのだと。私の心はまたしても祖母からと祖母への愛でいっぱいになり、その気持ちは私の目を濡らすのでした。ここから日本語と英語が交互に続きます。Now you will hear Japanese followed by English. それでは第4回のエピソードの始まりです。Now let's get into the fourth episode. 前回のエピソードでは2020年6月に亡くなった祖母の家に出ないことを承知で電話をしたことをお話ししました。In the last episode, I talked about pretending to call my grandma, who passed away in June 2020. そのお話には続きがあります。なんと、おばあちゃんから折り返し電話があったのです。Well, she called back.
その折り返し電話の前に、祖母から何回かの試みがありました。Before the callback, there were a couple of attempts by her leading up to it. 例えば、祖母のお葬式の2日後のことです。布団に入って、ああ、眠りに落ちるぞというあの独特の空間に入ったとき、あかりちゃん、あかりちゃんとおばあちゃんの声がしました。まるですぐそばにいるようでした。For instance, 2 days after my grandma's funeral, when I was about to fall asleep, I heard her voice calling me, Akari-chan, Akari-chan, just the way she used to call me. I felt like she was right next to me. その声に私は心の中で、おばあちゃん?と答えました。To her voice, I responded in my mind, Grandma?そして、そのまま会話を続けるには、半分眠っているような状態で波長を合わせなければならないと思ったのですが、そういった練習が足りなかったようで、私の意識は浮上し、完全に目が覚めてしまいました。祖母の声はもう聞こえませんでしたが、目に見えなくても存在し続けている祖母の魂に、見守られているようで、心が温かくなりました。A part of me knew that I needed to stay in half a sleep space or on the wavelength if I wanted to continue the dialogue, but I guess I'd not practiced this skill enough. My mind surfaced, and I fully woke up. I did not hear her anymore, but my heart was warm, feeling her invisible,Yet continuous existence watching over me. そして祖母が亡くなってから3週間後、夢を見ました。Then, 3 weeks after her passing, I had a dream. 夢の中で私の携帯電話が鳴っていました。手を伸ばし、誰からの電話か確認せず出ると、驚いたことに、祖母からの電話でした。あかりちゃんとまた祖母は話しかけてくれました。In it, my phone was ringing, and without checking who was calling, I answered. To my pleasant surprise, it was my grandma. She said, Hi, Akari-chan. 夢の中でも祖母が亡くなっていることは分かっていました。でも、久しぶりに祖母の声が聞けて嬉しい私は、おばあちゃんと答えました。おばあちゃん元気?そちらの方はどうですか?と言うと、祖母は、うんうん、大丈夫よ。だいぶこっちの仕組みが分かってきたよ。と、ちゃめっ気たっぷりに言いました。Even in the dream.I knew that she had passed away. I said excitedly, Grandma! Oh, it's so nice to hear from you. How are you doing on that side? She thoughtfully responded, fine. Fine. And then playfully said, I'm starting to understand how things work on this side. 祖母は好奇心のある人でした。ものの仕組みを知りたがり、何か壊れればそれを自分で直してみる人でした。私がマウイに来てからは本を読んで英単語を学ぼうともしていました。My grandma had such a curious mind. She was fascinated to know how things work. If something broke, she wanted to try to fix it. After I came to Maui, she even started to learn some English words on her own from a book.電話での答えは祖母らしいと思いました。祖母の好奇心と探求心を持って、なんとかあちら側から私に電話をする方法を見つけてくれたようです。I thought that her answer was so her. Her admirable curiosity was intact.
And whatever it took for her to call me, she managed to do it. 私は、そっか、それはよかった、と答えました。I responded, Oh, I'm so glad to hear that. 祖母の声は元気そうで、幸せそうでした。その他、何を話したか覚えていないのですが、それだけで十分でした。夢から覚めた後も、布団の中でしばらく祖母の声の響きに浸っていました。She sounded happy and content. I don't remember anything else, but it was enough. I stayed in bed and immersed myself in the echo of her voice. そして、遅ればせながら気づいたのです。祖母が折り返し電話をしてくれていたことに。きっと、私が祖母の家に電話をするのをあちら側から見ていたのだと思います。そして、こりゃあ折り返し電話してあげにゃと思ってくれたのだと。Then I came to understand that she called back to my pretend call. She must have seen me calling her and thought, well, I better figure out a way to call her back. 私の心はまたしても祖母からと祖母への愛でいっぱいになり、その気持ちは私の目を濡らすのでした。Again and again.My heart is full of appreciation toward her and her love for me, and my eyes easily well up because of those feelings. 今回の日本語レッスン、ちゃめっ気。この言葉には子供のように無邪気に冗談を言ったりして人を笑わせるという意味があります。最初の漢字は茶ですね。お茶は飲む人の気持ちをリラックスさせてくれます。笑うとき、私たちはリラックスしていますね。茶には面白い、愉快なという意味もあります。いろいろな説がありますが、茶目っ気の目はめかすという言葉から来ており、めかすには真似をするという意味があるようです。つまり子供のふりをするということです。また他の説には、ちゃめはちゃりめの省略されたものだというものもあります。ちゃりには冗談を言うという意味があり、めは女の人という意味だそうです。なので、冗談を言って周りを笑わせている女性という意味になりますね。どちらにしろ似たような意味ですね。最後の漢字の気はエネルギーです。ですので、ちゃめっ気は子供のような無邪気な楽しいエネルギーを指していると言えます。ちゃめっ気 means to be childlike and sillyTo make others laugh or to act a little mischievously with no harmful tricks. You see, the first kanji means tea, right? Tea is a plant that lets you relax. When you laugh, you're relaxed. Cha also means to be funny or comical. There are several theories of how this word, chameke,originated, and one of them is that me is short for mekasu, which means to pretend. So based on this, it means to act like a humorous child. Another theory says that chame is an abbreviation of charime. Chari means to be silly and to say jokes, and me means women.So this indicates women who joke around to make others laugh. Either way, you've got an idea. Now, the last kanji, ki,
means energy, so whole word chameke means the energy of childlike humor. 折り返す。折るの意味は皆さんご存知かと思います。To bend or to fold ですね。返すという動詞とくっつけて折り返すという複合動詞になります。To fold back という意味になりますね。袖を折り返すや中間地点を折り返したなどというふうに使えます。日本でお仕事をされている方は、折り返しお電話いたしますというフレーズを知っていると便利です。これは誰かに電話をかけ直すという意味です。しかし、これはおよそ10分以内に電話をかけられるときに使います。もし10分以上かかりそうであれば、相手を電話の近くに縛りつけてしまうことになるので、後ほどおかけ直しいたしますと言った方が親切です。You probably know 折る means to bend or to fold. With another verb 返す, which means to return,It becomes a compound verb, 折り返す, which means to fold back. If you are turning up your sleeves, you can say, 袖を折り返す. If you are in a long distance run and pass the halfway point and running back the way you came, you can say, 中間地点を折り返した.If you are working for or with the Japanese companies, you want to know the expression 折り返しお電話いたします which means to call the other person back. But this means to call someone back within about 10 minutes. So if you think it would take more than 10 minutes to call them back, you don't want to say it.Or the other person will be waiting around by the phone. If you want to let someone know that you would surely call back, but not within 10 minutes, you can say, 後ほどおかけ直しいたします。ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた。次回お会いできますことを楽しみにしています。Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's akaritranslations.com. We look forward to seeing you next time. Here comes a section for those of you studying English. ここからは英語を学ばれている方用のセクションです。Now let's get into the fourth episode. In the last episode, I talked about pretending to call my grandma who passed away in June 2020. Well, she called back. Before the call back,There were a couple of attempts by her leading up to it. For instance, 2 days after my grandma's funeral, when I was about to fall asleep, I heard her voice calling me, Akari-chan, Akari-chan, just the way she used to call me. I felt like she was right next to me. To her voice, I responded in my mind, Grandma?A part of me knew that I needed to stay in half a sleep space or on the wavelength if I wanted to continue the dialogue, but I guess I'd not practiced this skill enough. My mind surfaced, and I fully woke up. I did not hear her anymore, but my heart was warm, feeling her invisible yet continuous existence watching over me. Then,
3 weeks after her passing, I had a dream. In it, my phone was ringing, and without checking who was calling, I answered. To my pleasant surprise, it was my grandma. She said, "Hi, Akari-chan." Even in the dream, I knew that she had passed away. I said excitedly, "Grandma, oh, it's so nice to hear from you. How are you doing on that side?" She thoughtfully responded, "Fine." "Fine." And then playfully said, "I'm starting to understand how things work on this side." My grandma had such a curious mind. She was fascinated to know how things work. If something broke, she wanted to try to fix it. After I came to Maui, she even started to learn some English words on her own from a book. I thought that her answer was so her. Her admirable curiosity was intact, and whatever it took for her to call me, she managed to do it. I responded, "Oh, I'm so glad to hear that." She sounded happy and content. I don't remember anything else, but it was enough. I stayed in bed and immersed myself in the echo of her voice. Then I came to understand that she called back to my pretend call. She must have seen me calling her and thought, "Well, I better figure out a way to call her back." Again and again, my heart is full of appreciation toward her and her love for me, and my eyes easily well up because of those feelings. Now you will hear English followed by Japanese. ここからは英語と日本語が交互に続きます。Now let's get into the fourth episode. それでは第4回のエピソードの始まりです。In the last episode, I talked about pretending to call my grandma who passed away in June 2020. 前回のエピソードでは2020年6月に亡くなった祖母の家に出ないことを承知で電話をしたことをお話ししました。Well, she called back. そのお話には続きがあります。なんとおばあちゃんから折り返し電話があったのです。Before the call back, there were a couple of attempts by her leading up to it. その折り返し電話の前に祖母から何回かの試みがありました。For instance, 2 days after my grandma's funeral, when I was about to fall asleep, I heard her voice calling me, "Akari-chan, Akari-chan," just the way she used to call me. I felt like she was right next to me. 例えば、祖母のお葬式の2日後のことです。布団に入って、ああ、眠りに落ちるぞというあの独特の空間に入ったとき、あかりちゃん、あかりちゃんとおばあちゃんの声がしました。まるですぐそばにいるようでした。To her voice, I responded in my mind, "Grandma?" その声に私は心の中で、おばあちゃんと答えました。A part of me knew that I needed to stay in half a sleep space or on the wavelength if I wanted to continue the dialogue, but I guess I'd not practiced this skill enough. My mind surfaced, and I fully woke up. I did not hear her anymore, but my heart was warm, feeling her invisible yet continuous existence watching over me. そしてそのまま会話を続けるには半分眠っているような状態で波長を合わせなければならないと思ったのですが、そういった練習が足りなかったようで、私の意識は浮上し、完全に目が覚めてしまいました。祖母の声はもう聞こえませんでしたが、目に見えなくても存在し続けている祖母の魂に見守られているようで、
心が温かくなりました。Then, 3 weeks after her passing, I had a dream. そして、祖母が亡くなってから3週間後、夢を見ました。In it, my phone was ringing, and without checking who was calling, I answered. To my pleasant surprise, it was my grandma. She said, Hi, Akari-chan. 夢の中で私の携帯電話が鳴っていました。手を伸ばし、誰からの電話か確認せず出ると、驚いたことに祖母からの電話でした。あかりちゃんとまた祖母は話しかけてくれました。Even in the dream, I knew that she had passed away. I said excitedly, Grandma! Oh, it's so nice to hear from you. How are you doing on that side? She thoughtfully responded, fine. Fine. And then playfully said, I'm starting to understand how things work on this side. 夢の中でも祖母が亡くなっていることは分かっていました。でも、久しぶりに祖母の声が聞けて嬉しい私は、おばあちゃんと答えました。おばあちゃん元気？そちらの方はどうですか？と言うと、祖母は、うんうん、大丈夫よ。だいぶこっちの仕組みが分かってきたよ。と、茶目っ気たっぷりに言いました。My grandma had such a curious mind. She was fascinated to know how things work. If something broke, she wanted to try to fix it. After I came to Maui, she even started to learn some English words on her own from a book. 祖母は好奇心のある人でした。ものの仕組みを知りたがり、何か壊れればそれを自分で直してみる人でした。私がマウイに来てからは本を読んで英単語を学ぼうともしていました。I thought that her answer was so her. Her admirable curiosity was intact. And whatever it took for her to call me, she managed to do it. 電話での答えは祖母らしいと思いました。祖母の好奇心と探求心を持って、なんとかあちら側から私に電話をする方法を見つけてくれたようです。I responded, Oh, I'm so glad to hear that. 私は、そっか、それはよかった、と答えました。She sounded happy and content. I don't remember anything else, but it was enough. I stayed in bed and immersed myself in the echo of her voice. 祖母の声は元気そうで幸せそうでした。その他何を話したか覚えていないのですが、それだけで十分でした。夢から覚めた後も布団の中でしばらく祖母の声の響きに浸っていました。Then I came to understand that she called back to my pretend call. She must have seen me calling her and thought, well, I better figure out a way to call her back. そして、遅ればせながら気づいたのです。祖母が折り返し電話をしてくれていたことに。きっと、私が祖母の家に電話をするのをあちら側から見ていたのだと思います。そして、こりゃあ折り返し、電話してあげにゃ、と思ってくれたのだと。Again and again, my heart is full of appreciation toward her and her love for me, and my eyes easily well up because of those feelings. 私の心はまたしても祖母からと祖母への愛でいっぱいになり、その気持ちは私の目を濡らすのでした。Here are today's English vocabulary idioms. Continuous. It's an adjective,
but it can be an adverb by adding ly at the end. It means to continue without stopping. You could say, it's raining continuously today, which means it is raining nonstop without any break. It's wet all day. You might also hear a very similar word, continual. They are very similar but have subtle differences. Continual means to happen again and again over an extended time. There might be a small gap between each incident, but it is repeatedly happening. If you say, it's raining continually today, it means that the rain might be on and off, but it's basically raining all day, and there's no time to hang your laundry outside. これは形容詞ですが、最後に ly をつけることによって助動詞になります。Continuous には休みなく続くという意味があります。It's raining continuously today といえば、今日は雨が一日中休みなく降っているという意味です。Continuous に似た continual という言葉を知っている方もいらっしゃるかと思います。2つとも似た言葉ですが、意味が微妙に違います。Continual にはある一定の期間何度も起きるという意味があります。1回と2回目の間に小さな時間のギャップがあるかもしれませんが、それは小さなギャップで、3回目、4回目、5回目と続けざまに起きるときに continual を使います。It's raining continually today といえば、雨は降ったり止んだりしているかもしれませんが、基本的に一日中降っていて、洗濯物を外に干す時間はないような日のことを表しています。Fascinated. You probably know the word interested. Fascinated is a slightly stronger version of interested. It means strongly attracted and interested. If you said, I'm fascinated with photography, it indicates that you think about it all the time and are absorbed in the topic. You probably read books about photography, study about it, or go to exhibits of various photographers.皆さんは interested という言葉はご存知かと思います。興味があるという意味ですね。Fascinated は interested のもう少し濃いバージョンです。日本語にすると魅了されたもしくは虜になったとなります。I'm fascinated with the photographyといえば、写真がとても好きで、寝ても覚めても写真のことを考えていて、写真に関する本を読み漁ったり、勉強をしたり、いろいろな写真家の写真展に行ったりしていることでしょう。Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's A-K-A-R-I.translations.com. We look forward to seeing you next time. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。